ペスカロロ03はフランスのチーム、ペスカロロチームによって製造を及び設計されたスポーツプロトタイプレーシングカー。2012年の LMP1 規定に適合し、ペスカロロ01の後継機として機能するように設計されており、ホイールアーチに配置された空気抽出穴に加えて必須のシャークフィンが含まれている。このマシンは2011年のルマン24時間レースに、 出場したアストン・マーティン・アムール1のカーボンファイバータブを使用し製造された。この車は2012年のルーマン24時間レースでデビューした。2012FIA 世界耐久選手権に先立ち、アンリ・ペスカロロが新しいマシンのペスカロロ冷算の基礎として車のカーボンファイバータブを使用することを目的として、2つの新しいアストン・マーティン・アムール、 ワンシャーシを取得したことが発表した。この車は5年近く経過し、老朽化したペスカロロ01シャーシにとって変わる。後に、この車はラグジュアリーレーシングとペスカロロチームの共同コラボレーションになることが発表された。車は2012年のスパフランコルシャン6時間レースでデビューする予定だったが、ペスカロロチームとラグジュアリーレーシングの間の計画された提携が、 公開し、スポーツカーコレクターのロワールドゲーテがプロジェクトを財政的に支援することになり、財政問題のために遅延した。2012年のルーマン24時間レースでデビューした時、この車はアムールアンと多くの類似点があり、エンジンの取り付けはほぼ同じだった。ステアリングホイールとドライバーコントロールパネルなど、多くの制御電子機器が引き継がれた。 2012年のルマン24時間レースでデビューした16号車ペ、スカロロ03だったが、わずか20周でリタイアした。ルマンの後、ペスカロロチームは、財政難に陥り、出走は叶なわなかった。ペスカーロ03、ウルトマイティカーペイジ、2019-04022閲覧。エアロダイナミックチェンジズカミングツー、メイクレマンズプロトタイプカーズセイファー。 モーターオーソリティ、2019年4月22日、閲覧。サム、アストン・マーチン・はアムール、ワン・リバイブド・バイ・ペスカーロ。レースカー・エンジニアリング、2019年4月22日、閲覧。ペスカーロ・ディレイズ・ニューカー・デビュー。クラッシュ、2019年4月22日、閲覧。ラグジュアリー・レーシング・ペスカーロ・チーム・ジョイン・ォーセス。 lemans.org2019 年4月22日閲覧エンデュランスニューペスカーロ LMP1 メイクスファーストアピアレンス AUTO123.com www.auto123.com2019 年4月22日閲覧サムペスカーロ03アムールワン。レースカーエンジニアリング2019年4月22日閲覧 ありがとうございます。